シェナ、みなさんこんにちは。二人パパのみっつんです。今日は息子くんの誕生日3部作の第2弾、スウェーデンではおなじみのパーティー料理、スウェーデンではスモルゴストルタと呼ばれるサンドイッチケーキ。ケーキといっても甘くはなく、前日に準備すればパーティー当日は出すだけの優れもの。そして動画後半では久しぶりにあの男が帰ってきますよ。お楽しみに。それでは行きましょう、二人パパのスウェーデンの映え料理スモルゴストルタ。前回の動画で息子くんとチョコレートケーキを作りましたが、あの後のこと、リカパパが息子くんを寝かしつけた後に撮影しています。ということでミツパパ、黙々と作っていかねばなりません。なので今日は前編ナレーションでお送りします。さて、このスモルゴストルタと呼ばれるサンドイッチケーキ、スウェーデンではいろいろなシーンで食されます。今回ご紹介するのは魚介のものですが、ハムやローストビーフなどを使った肉メインのものや、野菜だけを使ったベジタリアンやビーガンのものなど、お好みに合わせ様々なバリエーションが作れます。あとスーパーなどで出来合いのものを買うこともできますよ。ということでキッチンに戻ってきました。スモルゴストルタの作り方は大きく分けて4段階。1、まずはパンに挟む具材を準備して。2、デコレーション用の具材の準備もして。3、組み立て。4、デコレーションの順番です。さあ早速始めていきましょう。さあ早速第一段階のパンに挟むフィリング作りから。まずはフィリングに混ぜたりデコレーションにも使うクリーム作りをしていきます。これ超簡単だから。うちの材料はマヨネーズと、ここではクリームフレッシュと呼ばれるサワークリーム、そして塩コショウ。うちはだいたい1対1の割合にしています。具材がしょっぱめのものが多いので、この時点では塩コショウは軽めで、混ぜる具材に合わせて後で足したりもします。このマヨクリームが全てのベースになります。そのクリームを使って3種類のフィリングを作っていきます。まずは野菜。今回は簡単に人参とグリーンピースの瓶詰めを使います。しっかり水切りした瓶詰めの野菜に冷凍もののグリーンピースも解凍して少し足しました。そこにさっきのマヨクリームを混ぜていきます。そしてお次は塩ゆでのむきエビちゃん。こちらもしっかりと水気を切り、マヨクリームをドバドバドバー。そして3つ目の具材はスモークサーモン。今回は塊のものをみじん切りにして、それをまたマヨクリームとサーモンには欠かせないディルをたっぷり入れて混ぜます。さてお次はと、あ、卵茹でるの忘れてた。ご存知の方も多いかもしれませんが、僕はいつも卵のお尻に安全ピンで穴を開けて茹でてます。つるんと殻がむけますよ。さあこれでフィリングはおしまい。ということで第2段階、デコレーション用の具材を用意していきましょう。こちらは豆苗。豆苗は洗って根元の方をほんのちょっとだけカット。お花を生けるように水を少し入れたコップに挿しておきます。生け花とかでも使う水切りの手法で、デコレーションの時間まで水を吸わせ、みずみずしさをキープさせています。食べるの明日だしね。あ、ミツパパなんか喋った。豆苗、味もしっかり豆苗でした。そしてお次はきゅうり、輪切りにスライスしていきます。いちいちつまみ食いしてんな。そしてお次はレモン。レモンといえば、レモンはこんな感じで切っていきます。そしてミニトマトを半分に切っておいて、お次は飾り用のスモークサーモン。さっきのブロックのスモークサーモンの方が安いんですが、この日はスライスする手間をお金で買いました。このスライスしたサーモンもちょっと大きめなので、縦半分に切って、それをくるくるくるっと巻いてお花っぽくしていきます。さあこれで材料の準備は完了。この後組み立てていきますよ。さあここからは第3段階目、サンドイッチケーキを組み立てて土台を作っていきます。スウェーデンでポピュラーなサンドイッチケーキ、スーパーに行くとサンドイッチケーキ用の大きいパンなども売っていますが、うちではトースト用の食パンを使います。日本の食パンよりも一回り小さいので、今回は1段が6枚分の全部で4段、つまり具材が3種類挟めることになります。
これでいくか。またパンの耳は取る場合もありますが、僕らは1日馴染ませて翌日食べる予定。具材の水分なんかが馴染んでもパンの耳があった方が形がキープできるし、何より面倒くさくないので、うちではそのまま使っています。まず1段目はエビちゃんです。ちょっと味見をしながら、なんか足りないななんて思ったら、ちょいちょい味を調整していきます。あとこれパンの間に隙間が空いてしまったので、余ったパンをちぎって空間を埋めているところです。そして2段目のパンを乗せて、お次はサーモン。サーモンの時は今回使ったサワークリームマヨの代わりにクリームチーズマヨにするのもおすすめ。あともちろんツナなんか使ってもいいですね。そしてまたパンを乗っけて野菜のフィリング。これはちょっと水気が出てしまったので一番上の段に持ってきました。そしていよいよ最後のレイヤーのパンを乗っけて、この後はデコレーションになっていくのですが、今回なんと久しぶりにあの男が帰ってきます。皆さん覚えてますか？バナナケーキの実況中継。今回のサンドイッチケーキも随分静かな動画なので、ここでちょっと盛り上げてもらいたいと思います。二人パパ全国1億2650万人二人パパキッチンファンの皆様こんばんは。お待たせいたしました。本日はミツパッパ VS サンドイッチケーキの対決です。実況は私ミッツン、そしてゲストはリカルドさんでお送りいたします。よろしくお願いします。場所はここ北スウェーデンはルレオ。その昔鉄の都キルナで採れた鉄を全世界に輸出する拠点として栄えた港町。今年は市政400年を迎えました。4月といえどその根雪が残る大地、その雪と氷をもとかす熱い戦いが繰り広げられようとしています。さあスモルゴストルタサンドイッチケーキも第4段階のデコレーションを残すのみとなっています。ここはミツパッパのデザインセンスが試されるところ。ゴングが鳴りました。試合開始です。おっと、いきなりミツパッパが取り出したのは先ほど混ぜたサワークリームマヨだ。これをおもむろに、そしてまんべんなく巨大サンドイッチの表面にコーティングをしていっています。その姿はもう純白の手作りウェディングケーキのようです。この瞬間だけを見たらこれがサンドイッチとは気づかないでしょうね。綺麗ですね。さあミツパッパ、ここで側面も塗っていますが、若干クリームが足りないんじゃないでしょうか。大丈夫なのか、何か秘策があるのでしょうか。おい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 、疲れが出ているようです。しかし無理もありません。今日はすでに息子くんとチョコケーキを作り、その後始めたサンドイッチケーキ作り、すでに日付が変わって30分が経とうとしています。さあここで会場に変化があったようですよ。豆苗、あれは豆苗ですね。豆苗を取り出して水を切っています。豆苗はビタミン E やビタミン K、葉酸やビタミン C も豊富で、ベータカロテンを含めたこれらの栄養成分は一般的な緑色用物野菜の含有量を上回ると言われています。栄養価も気にするとは、さすがミツパパです。おっと、しかしここで取り出したのは豆苗ではなくキュウリ。キュウリです。さっきの豆苗はどこへ行ってしまったのでしょうか。とにかくキュウリの輪切りをサンドイッチケーキの真っ白なキャンバスに並べていきます。その姿はまるで雪に覆われた長い冬を越え、白から緑へと移りゆく景色、この北スウェーデンの大地のようです。今回のケーキのテーマが気になるところです。そして次に取り出したのは卵でしょうか。固ゆで卵が出てきました。これを卵のスライサーで一刀両断。これでは卵ひとたまりもありません。このスライスした卵を乗せるミツパ、いや動きが止まったぞ。どうした？ミツパパ、なんだか険しい顔をしている。おっと、ここで卵からサーモンに乗り換えた。どうやらミツパパ今回はノープランでこの試合に臨んでいるようです。今この瞬間のインスピレーションに頼っているとでも言うのでしょうか。そしてこのサーモンたちはまるで緑の大地に花開いた美しい野原のよう、所狭しと並べられていきます。綺麗ですね。会場にいる皆様もすっかりその美しさに魅了されているのではないでしょうか。そしてようやくここで先ほどの卵の出番です。サーモンのお花畑に太陽のような卵が並べられていきます。さあそれに続くのはトマトにレモン、様々な色が織りなすサンドイッチケーキの大地。その見た目からしてすでに百花繚乱といった様相であります。そしてその大地の下にはサーモンにエビと様々な具材もその出番を今か今かと待ち構えていることでしょう。まさに多様な色、多様な味わい、多様な栄養素、多様性が織りなすハーモニー。私たちの世界もこうありたいものです。
おっと、ここで先ほどの豆苗が出てきたぞ。どうやら水切りのためにザルにあげていたようですが、その豆苗で何かちまちましています。ただサンドイッチケーキの向こう側なので、その様子を伺い知ることができません。もう完全にこれが YouTube の動画であることを忘れてるんじゃないのか。お、何かつぶやいてるぞ。リプレイしてみましょう。どうやらこの豆苗をサンドイッチケーキの側面にくっつけたいようですね。ただちょっと手こずっているようです。やはり側面のクリームが足りなかったか。ただようやくここでこれが YouTube 用の動画だと思い出したようです。カメラ側で作業をしてくれています。そしてここで取り出したのがボール。まさかまさかまさか、サワークリームマヨの追加だと、ここでミツパッパの試合前のコメントが入ってきました。試合に入ってしまうと何が起こるか分かりませんからね。特に誕生日など大切な記念日は失敗もできないですし、材料は少しだけ予備を用意していますとのこと。確かにこんな夜中に作っていてはスーパーも閉まっています。日本のようにコンビニもありません。賢い選択だったと思います。ただこの追加のサワークリームマヨが岸朝子先生の評価にどうつながるか気になるところです。さあ、新しいサワークリームマヨを使って豆苗をどんどんと側面に貼り付けていっています。その手さばきはなかなかのもの。しかもここで使っているのが日本のお箸。細かい作業をするときにはうってつけですね。まあ、日本を離れ間もなく10年が経とうとしていますが、その侍精神は忘れちゃいけないと眼光経験、その鋭い視線で語っているようです。そしてサンドイッチの表面は暖色系が多くなっていましたが、この豆苗が入ることでそのコントラストが美しい絵画のようになっています。まるでモネが描いた庭園のよう。印象派の画家たちもびっくりです。リカルドさん、このデザインについてはいかがでしょう。綺麗ですね。そしてとうとうフィニッシュでしょうか。でもなんだかおかしな動きをしているぞ。ミツパッパ、何かを取り出したが、紐のようなものですね。料理用の紐でしょうか。一体何に使うというのでしょうか。ここで適度な長さに切って、まさかまさかまさか、巻いたー。豆苗の周りに巻いたー。どうやら豆苗が落ちてこないように糸で押さえているようです。これは飛び道具、まさかの糸、糸です。縦の糸はあなた、横の糸は私、その糸は私たちを温めうるかもしれません。そして仕上げに、もう二人パパチャンネルではおなじみ、ワックスローダの回でもご紹介したディルを飾りに振りまいています。おっと、ここで試合終了のゴング。スウェーデンのサンドイッチケーキ、スモルゴストルタの完成です。ただ、これはここで終わりません。このスモルゴストルタを冷蔵庫に入れなければなりません。遠足は家に帰るまでが遠足です。校長先生の言葉が蘇ってきます。その美しい姿を崩さないよう、竹串を刺したものを柱にして、まな板を置き、その上からラップをしているようです。そしてそれを冷蔵庫に入れ、ようやくここで本当の意味での試合終了です。ミツパッパ、もうぐったりしています。いやー、素晴らしい試合でした。リカルドさん、いかがでした？綺麗だ、綺麗だ、綺麗だ。綺麗ですね。ということで、お味も気になるところ、ここから先はスタジオのみつんさんにお返しします。はい、ということでスタジオのみつんです。この翌日、息子くんの誕生日会でこちらのサンドイッチケーキ、スモルゴストルタを振る舞いました。その様子は息子くんの誕生日1日編でお届けします。ぜひそちらをご覧くださいね。そしてチャンネル登録まだの方、ぜひお願いします。評価ボタンやコメントもたくさんお待ちしております。それでは次の動画でお会いできるのを楽しみにしております。ごきげんよう。ヘイドー。 I love you. 二人パパ。